チャンネル。ジョッ。さあ月曜日ということで全試合基礎チェックね。もう月曜日は枕の話なしです。なぜなら長いからです。ね、だって6カード分、6カードや6カードの3とか18試合分解説するんだよ。1試合3分でしても1時間弱かかるんだよ。ね、ということで、パ・リーグから、日本ハム対オリックス、23日1対6オリックス、24日5対3日本ハム、そして25日4対4の引き分け、結果1勝1敗1分けの5分という形で終わりましたけども、順位的には5位6位の対決でした。オリックス借金3、日本ハム借金7ということで、まあ、5分ですからね。まあそういうところで金曜日23日の試合、まあ、日本ハムはねバーヘーゲン先発、まあ、50球目安なんだったんだろうなっていうね、調整登板で3回3分の1、56球、4安打、2三振、無四球で2デッドボールで2失点と、だから、まあ、まあ調整なんだろうね。もう投げれようと思ったら多分投げれると思うんだけど、まあ、前回の登板もそうだったし、まあ、このね調整を1軍でやらなきゃいけないっていうチーム状態が日本ハムはきつい、正直ね。でその後確か川野が投げたんだよね、2回3分の2で、3失点とね、結局6対1でオリックスね。でオリックスはね6回表杉本サード内野安打で、もやライトフライで頓宮ねの時に一塁ランナー杉本モーション盗んでね盗塁グッと、杉本が走るって思わないよね。でもそこをね隙をついて盗塁グッとね、もう今ノリノリやな。でもこうやって死ぬぞ、だから違うやつ考えよう。ラオウのやつもっとあるやん、強い時のやつね。でその後頓宮フォアボールで T 岡田三振した後に佐野の打席ワイルドピッチ、キャッチャー石川股の下抜けてバーッと、股の下抜けてるよ、まあ、トーンってなったんで、水切りフライになってくると難しいんだけどね。でもそこは止めなきゃいけない。でその後ワイルドピッチの後にサードロードゲースエラーバーッとこういって、でその後一塁ランナー佐野の盗塁で紅林出演通過レフトへタイムリーツーベースで2打点、これで一気にいけるところく、ここで一気に取れるときに取っとかないと、後でバタバタするところで、まあ、相手のね、まあ、ワイルドピッチエラーとミスをつきながらしっかり盗塁も絡めて一気にいけるっていうところがいいね、グッド。オリックスね、いい試合してきたんちゃうかっていうね。でしかも山岡もね5試合登板目でね今季1勝と10三振失点と安定感、まあ、安定感あったんだよね。ちょっと中継ぎ打たれたり援護がなかったりしてね、勝ち星がつかなかったっていうところで、まあ、ここからねしっかりとしたチームで戦えれば山岡のね勝利はね必然的に増えていくでしょう。で24日5対3で日本ハムね、日本ハム、本拠地今季初勝利、グーッ、長かったね、4月24日ほぼ1ヶ月本拠地勝ちなしっていうね、まあ、この時ね7番に中田、まあ、降格っていうかね3試合ぶりのスタメンで、3回裏ね中田のライト前タイムリーから清水がバントで送って、石井のセンター前で郡レフトへタイムリー、グーッ、郡いいね最近いい形、足もあるしね。でその後渡辺がね、レフトツーベースで、この1塁ランナー郡が一気にホーム、ね、で西川がホームランとでね、一気に5得点、まあ、ハムらしいね、なんかハムって全然何も、俺らの時もそうだけど抑えてたのに一気にドーンみたいなビッグイニングでそう押し切られるっていうね、まあ、この24日の試合かな、あ日本ハムらしいなっていうね、ところの試合展開に見えましたね。あと7回裏ね2アウト1塁で吉田のレフトフライ、西川グッドプレー、あそこでねもし抜けてたらね一歩間違ったら負けてたなっていうね、ところで素晴らしいプレーだったかなと。でまあちょっと日本ハムね中継ぎがちょっとバタつくっていうところがね心配したところで25日やられるんだけども、まあ、オリックスねこの24日負けたけど試合展開はいい試合だった、負けたけどね、だこういう試合できると今後楽しみますなっていうところもしっかりこう書いてんの、ここにね、土曜日の試合見終わった後に、だからまあ負けたけどまあこれは仕方ないなとか、あいい感じの戦い方したけど、まあ、結果負けちゃったけどいい試合だったなとか、バッティングでもねアウトになったけどいいバッティングだったなとかね、打たれちゃったけどピッチャーいいピッチングだったなっていうのもあるから、まあ、こういうね負けたけど、まあ、いい戦いだったなっていうのを続いていけば必然的に勝っていく試合がね増えると思うんで、土曜日の試合オリックスとしてはね非常に良かったんじゃないのかなと。逆に日本はねらしい1イニングでビッグイニングっていうところはね非常にらしい戦いだったかなと。でついでに、ね、昨日4対4のね引き分けってなった時によ、せっかくよ前の試合お負けたけどオリックス結構いい感じになってなんか良くなってきたじゃんって思ったらよ、いきなり次の日ミス連発バッで、初回
ワンアウト一三塁からね、中田の、ショートゴロ、もう確実にダブルプレー取れたのに、足立がポロンとして、まあ、1失点で済んだはずが3失点とね、バーッと。で、5回表、ノーアウト一塁でね、セカンドランナー太田、ね、飛び出したアウト、バーッと。で、結局無得点。飛び出すかっていう、そんな焦るかって。で、まあ、そういう細かい攻守にあたるミスで、結局、で、まあ、勝てたよね、オリックスとしてはね。で、引き分けになっちゃったっていうところで、まあ、最後ね、よく追いついたんだけども、結果ね、まあ、8回にね、足立がね、そのミスを挽回でヒットを打って、で、紅林がね、タイムリーツーベース、で、杉本がね、ショート内安打からの代打ジョーンズのね、ふわふわふわーって、ポーンって落ちるっていうね、こう、運も味方して、ヒットね。で、ここ中川ね、きっちり送りバント決めて、T 岡田がね、犠牲フライ。こういうところでね、最近 T 岡田、いい仕事してる。きっちりね、こういうところできっちり犠牲フライ打たれる、打てるっていうところがね、非常にいい、頼もしいよね。でもちょっとまた宮西が、パパマンとやって、ちょっと宮西、ちょっとマリンかな、足で釣ったみたいなところもあったし、ちょっとここ数試合っていうか開幕してから不安定っていうところがね、ちょっと日本ハムとしては痛いね。宮西がちょっと不安定っていうのはちょっと痛いよね。で、まあ両先発ね、竹安、5回ね、粘り強く結構投げたかなと。しかもね、低めへの制球っていうのは非常に素晴らしかった。だっただけにね、味方のエラーでね、失点になってしまったっていうのがね、かわいそう。もったいないね。ここは宮城くんのね、ちょっと今登録抹消されたところの穴埋めっていうところでは、非常にいいピッチングでね、先発の役割果たしたんじゃないのかなと。逆に金子もね、自身の持ち味のね、多彩な変化球を使いながら、球種に偏ることなく、コースに偏ることなく、丁寧にね、低めに投げて、まあ相手のミスもあったけども、粘り強く投げたっていうところがね、こう、試合作れたんじゃないのかなと。まあ、ちょっとね、オリックスとしてはもったいない。せっかくね、前日いい試合だっただけにね、まあこういったところを防いでいかないと、結果ね、勝ちきれずに、後々、何ゲーム差で A クラスいけなかったっていうところになるんで、まあこのね、難しくない、できることはしっかりやっていくことが大事かなっていうね。で、結果、1勝1敗、1分けでした。さあ、続いて、楽天対西武。23日、2対2引き分け。24日、2対1楽天。それ25日、8対4楽天。楽天の2勝を1分け。ね。楽天今2、0.5 ゲーム差。西武、ちょっと大型連敗。ね。3.5 ゲーム差、B クラスにね、落ちましたっていうところで、金曜日の試合、ディクソンがカーブ、締め出してて4回裏、ホームラン。これまたね、ちょっと楽天が落ちてきた時にね、こうディクソン、カスティーヨの入ったっていうのは大きかったですけど、またカスティーヨが脇腹やって、ちょっとこれ長いね、1ヶ月は絶対かかりそうなね。交流戦までに帰ってこれたら、交流戦中に帰ってきてくれたら、まあ、OK かなっていうね、ところはありますけど、そんで小深田も6回裏、ストレートホームラン、グワッと。パンチ力ある ね、どっちかっていうとね、今、一塁コーチの岡ちゃんのイメージあるから、小深田もね、ホームランっていうのはなかったけど、パンチ力あるね。でも楽天もこのホームランのね、2発のみで、攻めてなしと。まあ、涌井がね、粘り強く、両コース低めにね、投げ切る。この開幕してからね、非常に安定感あって、いいピッチングしてるところでね、結果、粘り強く2対2で引き分けれたかなと。で、逆にね、西武としても、まあね、高橋コーナー。だからもう10の涌井、5の高橋コーナーみたいなね。まあ両者ともね、自分の持ち味をしっかり出して、まあロースコアの展開でね、まあ引き分けたかなと。あとまあ西武としてはね、あと1本、チャンス作るもあと1本出ずっていうね。2回表、ワンアウト1、塁でね、山田セカンドフライ、金子センターフライ。で、4回表ね、ワイルドピッチで2、3塁、2アウトながらもチャンス作りながら山田がサードファールフライ。ね。あのね、ワイルドピッチはね、キャッチャー取れない。無理。トリーンって言ったから、もう何でもかんでも取れないよ。俺もね、ワイルドピッチしたからって、何でもかんでもバットは出さないんだよね。あれはね、ちょっと止めれません。無理です。はい。で、5回表、ツーアウト1、2塁、栗山レフトフライ。で、6回表、ワンアウト2塁、ね、スパンジェンバーグがセンタータイムリーツーベース打って同点タイムリーになったけど、その後山田、サードフライ、金子、ファーストゴロ。ね。で、8回表、ツーアウト1、2塁、もう山田に代えて代打中村、そしたらレフト前同点タイムリー。ね。で、金子の代打岡田、ちょうどフライと。山田はね、高めが仕留めきれず、金子は低めに手を出して打ち損じちゃうっていうね、まあ、なかなか難しいんだけどね。だからバットとかじゃないけど、でまたこのね、打てなくなってくると、そこのバッターにちょうどチャンスが常に回ってくるんだよね。だって山田なんて1,2,3,4回連続チャンスで回ってきてるからね、4打席なかなかないよ。まあ、逆にそれはね、このスパンチェンバーがね、頑張った全ね、打席失礼グワーッとね、こうスパン入ってきてね、西武の浮上のきっかけにしたいっていうところで、ちょっとなかなか勝ち越せないっていうところが苦しいよね。で、まあ、このね、代打策が当たって、まあ、なんとかね、引き分けたっていうところですね。で、24日、2対1楽天っていうところで、まあ、楽天はね、マー君、
ね、先発6回68球3安打4三振1デッドボールの1失点と、まあ、前回に比べると、まあ、特にストレートが低めに投げ切れたっていうところが、まあ、大きな違いかな。結構変化球多いっていうのは前回もそうだったんで、比率的には多分あんまり変わってないと思うんですよね。でもまあ68球で交代っていうところはまだスロー調整なのかなと、まあ、あのちょっとまあ足の具合もあって無理しないで投げてるところなんで、まあ、完璧に来たらもうちょっとストレートも比率多くなったりとかスピードも上がってくるのかなっていうような中、まあ、その中でもね、まあ、しっかり抑えれてるっていうところがさすがかなっていうね。で西武はねもうねついてない、もうこの一言、もう初回ディクソンのサードゴロね、チェンジの発が芝と土の切れ目でイレギュラーで、そこから2失点だって、あれも普通に言ってたアウトでチェンジよ、ね、で2回表中村レフト前で出て栗山のファーストライナーで中村帰ってきたから別にそれで終わるはずがよ、ディクソンポロンとしてで中村バタバタしてダブルプレーね、あれ落としなかったら普通にファーストまだ残ってて、もうついてないのよ、失点の仕方もついてないし攻撃ってなるともうついてない、もうだからね今連敗中ついてないね西武は、本当にもう明らかに自分たちのせいじゃないもん、そこはね。中村もファーストが帰ってよ必死で、逆にあれグッとなるよ、でもディクソン落として本当はバッとなるよ、それがディクソングッとなっちゃうところがもうすごいよね、野球の怖さよ。中村グッとなのにバットになっちゃうところが怖さよ。もうついてないよね普通に。だってあのディクソンのサードゴロなんてバットとしたら芝目にバットだよ、芝目に本当。もうついてないよ。で西武ね投手陣頑張ったよ、だってもう踏ん張ってんだもん、あの2対1で本田もねなんとか踏ん張りながらいいところに投げたのよ3回だけどね。でその後佐野とかめ松本ギャレットとね、あのフォアボールバンバン出して崩れるね人たちが、いつもは今日はねとかめのフォアボール1個でヒット1本も許さずね、3回3分の2で交代してからよノーヒットで頑張ったのよ。それがもう月がないだけでもこういう日もある、切り替えてね。で切り替えて臨んだところよ日曜日8対4でね楽天に一気に押し切られるっていうね。平井ここまですっごいいい形で投げてた。でもね今回の平井ねシンカー系のこの制球がちょっと悪くてそこで整えれないで、外から入れてくるスライダーも甘めに入っちゃう、曲がりが間すぎて、でそこをね全部仕留め切れちゃう。で対角線のストレートが若干こうシュート回転で真ん中に入ってくるっていうところで、ちょっとストライクボールがね珍しくはっきりしすぎてたと。でその中ね楽天打線が積極的に来てね、どんどん打ってくるから、いや積極的に来るからちょっと際どいところからっていうのがねボールに行って、で結局ボール先行して悪循環ね。で2回裏一気にね5点、まあ鈴木大地2番、これがすっごい機能する。だからこの平井がねサイドだからもう左めっちゃ並べてね行ったところで大地を2番にして、それがまた機能して打順に行くね。であの5対3になってから6回裏の2アウト満塁、島内のねセンターオーバータイムリーツーベース3打点、まあ、これでも勝負あったんでね、ワンボールからほぼど真ん中だもん、もうあれは。だからもうそこら辺もちょっと制球ね苦しい。あとね6回裏ねワンアウト1塁でねこの佐野、まあ島内な佐野にも打たれるんだけども、交代で出てきてね初球デッドボールバーッ出てきて、初球デッドボールって何、しかもよかすったとかギリギリだって分かる、どうなってたよテンション下がるね、いきあのベンチこけーなるよ本当。いきなりは見てた俺もええと思ったもん、本当にもうこれ何バットよ、逆にスパイラルバットドルドルみたいな、もうスパイラルバットよ本当。あれはないよ、ストレートのフォアボールよりないよ、出てきていきなりポーンデッドボールもうずっこける、吉本新喜劇じゃないんだからって。で結局その後に島内にど真ん中投げて打たれるっていう、もうなどうしたん、結果的に連敗です。これぐらいしときましょうかね。さあ続いてロッテ対ソフトバンク、23日3対2でソフトバンク、24日11対9でロッテ、25日8対5でロッテ、ロッテの2勝1敗で勝ち越しってなりましたけど、まだソフトバンクは貯金5で首位で、ロッテは貯金3で3位ね、っていうところです。まあ、金曜日の試合ね、風があったのかどうかがちょっと分かんないんだけど、ちょっとテレビの画面上そこまで確認できなかったから。でもピッチャー石川 の, あのパワーカーブスライダー制球がめちゃくちゃ悪かったね、風のせいなのか何なのか分かんないですけど。でその中ね初回2失点のみで、まあ、6回3分の2 124球だからもう球数めちゃくちゃ多いよね、6安打7三振、まあ、1つのフォアボールと3つのデッドボールで2失点、まあよく踏ん張ったね
あの制球が悪い中なんとかね、まあ、ここはねやっぱその開幕投手としてエースとしてこの悪い時に悪いなりにどこまで踏ん張れるかっていうところが大事で、悪い時にそのまま悪くなっちゃってバンハイコーバーンみたいな感じになってるとダメなのね。いい時に抑えれるのは当たり前、悪い時にどこまで悪いながらも試合で作れるかっていうところが大事っていうことを考えれば、石川はね本当に非常に状態悪かったと思うけど、このしっかり踏ん張れたってことはグーッ、ね、で、まあ全カードについてね、リリーフが完璧っていう、加山、津森、高橋、森ね、加山はね、まあ、フォアボール、安田にフォアボール出して交代しちゃうんだけども、津森君、その後しっかり踏ん張ってね、津森、高橋、森でね、森の1安打でフォアボールゼロ、ここね、しっかり抑え切ったっていうところが、最後の逆転劇に来るんだけどね、で、甲斐、ちょっと3盗塁許す、ね、送球がちょっとそれてる、珍しい、どうした？ちょっと甲斐の中で試合見てても、非常に珍しいプレーだったかなと、だから、その送球にバッと入れときます。ね、で4回裏、ね、岡三振でカーブで三振したけど、このパワーカーブもノーバンなのにポロリってしてね、まあ、結局ファーストで振り逃げ、タッチかな、したから、まあ、どっちか忘れちゃったけどアウトになっちゃったんだけど、ちょっと守備がねちょっとずつなんか不都合だから、風でいつもより曲がりが大きかったのか何なのかがちょっとそこまでね球場いなかったかよく分かんないけども、ちょっと下位の守備がねちょっとポロポロしたのかなと。で6回表グラシアルワンアウト一塁でね、一塁ランナー柳田、ライト前ヒット、マーティンのね足の揃って取る姿勢を見て一気に三塁へ好走塁ね、グッと、しかもそのマーティンが三塁に投げたのを見てグラシアルが二塁行く、グッと、だから映像見たら分かるけど、こう走りながらこう見てんだよマーティン、でマーティン足が揃ってるって言って行けるって言ってね回って、でそれにつないでグラシアルの走塁がまたいいね、それで一緒に行くところが素晴らしいね、あれなかなかライトから来てるから一緒に行きづらいんだけどね、カットされるとか、でもそのマーティンがね肩いいから一人で投げちゃったところのこの投げた角度高さ見ながらそこをしっかりねセカンドに行けるっていうところはグラシアルの好走塁素晴らしかったですね。でまあロッテはね6回裏山口のねセンター前で、柳田がね送球前ジャックルしたのを見逃す、二塁で好走塁グッと、山口もねジョガラッチさすとこ見逃さず、だから、まあ、両チームね走塁良かったですけど守備面のねその2人がしっかり持ってやんないとっていうか、だから柳田とねマーティンは別にバットじゃないんだけど柳田はね守備をバーンとね。で9回裏ね増田出てきて、まあ、2点取られてね逆転されるんだけども、そんな言うほど悪くなかったと思うんだよね、だからまあなんか偏った配球っていう人もいるけども、まあ、デスバイにストレート打たれて、ね、中村にシンカーボールでシンカーをもう引っ張る形で空振り、あストレート待ってるのかなと、しかも、西武でね増田からホームラン持ってるなと、あれ多分スライダー系だったと思うんだけど、でもストレート待ってるんだ引っ張りにかかってるんだと、ランナー一塁いるから思い切って引っ張ってかな、シンカー系空振り、そしたらまあもう一回シンカー系選択するよね普通に考えてね、あれでまっすぐって言ったらもう何やっとんやなるところで、そのシンカー系が甘く入って、で今度は中村もそれをイメージしてセンターちょっと右寄りにね打ったんだけども、まあ C で言えば別にバットじゃないけどどうなんやろうっていう、 C で言えば外野が全体的にレフト寄りに守ってたから、でも引っ張りにかかってるっていうスイング見たらライト寄りでよかったんちゃうかっていう、そしたら一塁ランナーのあれ牧原だったかな、うん牧原だね、デスバイのダイソー牧原がホームまで帰ってくることはなかったんちゃうかっていうねところはどうなんだろうなって思いながらね、見てましたね。あと甲斐がね変化球変化球で最後インコースで、ね、行って、あれもね良かったけど甲斐がうまくくるって回ってねセンター前甲斐グバッティングも素晴らしいねっていうところでね、まあ、だから、まあ、打たれたけど俺はそんなに全体的な感じから増田が悪いようには思えなかったけど、逆にねそのソフトバンクの打線が本当に素晴らしかったなと、ね、いうところで、逆転勝ちです。で24日11対9ね、ソフトバンク投手陣13四球もう自滅です、野手が19安打も打ってるのに負けるってバーッとなかなかないよね。で、まあ、ここでですね、まあ、あとはね3回裏の柳田の守備前日続いてバーッとね適当にショートに中継投げて、まあ、そこをね中村が思い切ってね回ってホームまで回ってきたっていうところがグーね、で三塁コーチャー大塚三福ね、そう隙を見逃さずっていうところでねしっかり回ってこれたっていうのは非常にねその1点大きかったかなと。あのねまああの時4対3の3点目だったけど、まだ負けてる状況だけどあれ4対2で終わるのと4対3でまで行くのとはちょっとそれ以降のね流れが違うっていうか、ちょっと勢いつける走塁だったかなっていうところで、あの走塁は非常に良かったし、逆にねあの適当にショートまで投げてショートまで中途半端になってちょっと今宮がボロンとして、もう今宮は仕方ないよね、あの柳田のなんか適当な送球にバッとね、ああいうのはねもったいないかなと。
で高部がね初ホームラン4回裏グーッと、まあ、ファンも出向っててね、やっとここに来てホームランというところで、まあ、これを継続してね頑張ってもらいたいなと。あとね高橋礼がね悪い理由あります。どこが悪いか、これはねもうあのアンダースローをあの研究家の佐々木としてはもう分かっちゃうんだよね。すごいアンダースローの場合はね何がダメか、それなぜか渡辺俊介を永遠受けてきたから、あのアンダースローの傾向と対策が分かるっていうね。今度はね以前はね90円でアンダースローはこう打つんだよっていう打ち方の対策と、それを打たれないためにこうリードするんだよっていうピッチャーのリードの仕方をあの90円の方で教えましたけども、今回アンダースローがどうやったら制球が伴うかっていうところをね説明すると、高橋礼の今コントロールがつかないでもう悪いところの箇所は一つ、こう投げて沈んで投げていくときにこうすぐ浮き上がる、体がすぐ浮き上がることによって手と体が離れる、あとここの小手先だけのなるコントロール乱す、曲がり速くなる、球威落ちる。俊ちゃん渡辺俊介の時もそうだけど、こうすぐ浮き上がんなと、すぐペローンって浮き上がってきたらあとはもう手の力だけで投げるからもう全部の制球が、だから俺アルファベットで常に表現してたんだけど、このね U の形になんだと、こう上からこう沈んでいって投げるときにすぐこうやって浮き上がってくるんだと、マウンドの傾斜に沿って L の形でいけと、こうやって L の形でいって最後ちょっとの JL の形でいってちょっと J の形になかなか浮き上がってくるんだと、浮き上がってきたまあ我慢して我慢してなると体から手が離れていかない、力伝わる、コントロール良くなるっていうことを考えると、今の高橋では多分ね大事に行こうとしすぎてんのよ。まあアンダースローのピッチャーなりがち、大事にしていこうとするとすぐペローンってなる、ペローンってなってペローンって、ね、振り上げてもう全てがあのダメになるのよ。だから U になってるのよ、やっぱ L にしなきゃいけないのよ。これが分かるかな、これが分かったらもう修正点簡単なんだけどね。俺はそうやって俊ちゃんにもそればっかり言って修正させてきたっていう自負があるんで、まず間違えたい、はい、もし何か分からないことがあったらいつでも連絡ください。アンダースロー教えんと得意なんで。さあ4月25日8対5でねロッテの勝ちっていうところで、まあ、ロッテ鈴木8勝利おめでとう、ビッググー。まあここまでねあのすごい頑張ってたけどね、ちょっと援護点もなくね勝ちきれないっていうところでね、まあいいピッチングしてただけにね、でも初勝利ね。あとね、なんて言ってもツーシーム良かった、いいところ、しかもコントロール良かったね。アウトコースにストレートとあのツーシーム投げられたらなかなか対応できないね。まあチェンジアップ気味のスクリュー気味のツーシームだけどね、でしっかりだからバッターはねやっぱこのインコースにくるくるっていうね、 まあ、こっちのストレートスライダーとかも投げてたんで、こうくるくるっていうイメージの中あれを行かれるとそれはなかなかね対応できないっていうところで非常にね素晴らしかったかなと。でもロッテ終盤バタつきます。最近終盤バタつくよね、そこもうちょっと改善しないと。もう前日も9点まで来てるし、もうこう最後今宮に1本打たれてたらまた同点だったし、危ないよバタつくとね。ソフトバンクはね松本立ち上がりからストレート勉強球も良かったのよね。でもその中5回裏ね中村にカーブをあの三塁線抜けるツーベース2点タイムリーね、あれで一気によ、あそこがキーポイント、あれ抑えれてたら分かんなかったけど、あそこで打たれたことによってあれでね流れが一気に変わったね。でその後安田カーブホームラン、あのそこ打つの3本目よ安田が、そこ打つんだよ、ここ入ってくるカーブとか変化球のここら辺のやつ、もうめっちゃ見たよ。オリックス戦でもこの前のあどこや日本ハムかでも、もう同じとこばっかり見てるけど、そこは打つんだよ安田はね。もうちょっとミーティングしようね、ピッチャーももうちょっと意識しようでね。6回裏ワンアウト一塁でマーティンのねこのライトフライで一二塁から、まあ、田村がタッチアップして荻野もタッチアップして、で荻野が途中で止まって田村が帰ってくるっていう、あれは作戦なのかたまたまなのかっていうところを考えると、俺はたまたま派です。あのプレーはなぜかっていうと、もしあれが作戦なんだったら田村の走塁にバットなんですよ。もしあれ今宮が三塁投げなかったらアウトですね。だからもし作戦だったらもうホームに投げたけどタイミング的に間に合わなかったってなるのが作戦なんだよね。相手の投げるところによってアウトかセーフが決まるってちょっと作戦としてはバットじゃんね。だから俺はあれはたまたま荻野が行ったらセカンド投げてきちゃって、おこれアウトになったら止まるっていう、たまたまなんちゃうかって思ってるけど、もしあれが作戦なんだったら田村の走塁にバットつけなきゃいけなくなる。あと今宮もね慌てて投げなくてももうちょっと追えてもよかったね、ちょっと慌てちゃったねっていうところもある。まあここはね作戦か作戦じゃないかは取材で聞けないんで聞きに行けないんですけど、まあ聞いたとしても言えないんだよね作戦だったとはね。
でも俺は作戦じゃないと思うけど、作戦だったら田村の走塁はあんまりうまくない。さあどうなんでしょうね。っていうところで、結果2勝1敗でロッテ、ね、首位ソフトバンクに勝ち越しっていうねゲーム展開でも、ソフトバンクとしてもちょっと打線が怖いっていうね流れでしたね。さあ続いてセ・リーグ、巨人対広島、23日2対1巨人、24日6対3で広島、そして25日9対8で広島、広島の2勝1敗で勝ち越し。広島は現時点で5割で4位、5割なのに4位、それはなぜかね、DeNA と中日が借金めっちゃ作ってるからです。ここで言います、巨人貯金5、3位、ヤクルト2、5。さあということで金曜日の試合2対1で巨人ね、広島松山選手出場おめでとう、グーダブルグー。巨人ね、菅野完投、まあ、スライダーが抜群で素晴らしかったですね。曲がりが遅くコントロールも良かったね。でシュートで打ちしっかり投げることによっての外っていうね、このコンビネーション非常に素晴らしかったですね。だから大城もね、なんか俺は全然そこまでもらわないんだけど、なんかこういろんなところでネット民たちは大城がアウトコース一辺倒とかって言うんだけど、俺はピッチャーに合わせてよくやってると思うんだよね。まあもちろんピッチャー首振るっていうパターンもあるけども、サンチェスみたいにインコースそんなに投げない人はアウトコース中心で行ったりとか、菅野みたいに投げたら投げるとか、今村の時とか、だからいろいろ考えてやってちょっとずつ成長してんじゃないのかなと。原監督もね、前キャンプの時話した時に、いや大城もいい感じで成長してきてくれるよって言ってね、それはまあまだまだ発展途上だからね、ベンチで怒られることもあるだろうけども、俺は結構ピッチャーに合わせていい感じでやってんじゃないのかなと個人的には思います。はい、広島鈴木誠也6回表ホームラン、さすがにスライダー甘くてもう1回甘かった、2球連続甘めに入るとさすがに打ちます、グッ。だからここ、まあ、菅野でもミスるんだけども、1軍と2軍のピッチャーの違いっていうのは、俺怪我とかでファームに行くと甘い球何球も投げてきます。あの1回ミスってももう1回来る、だから打たれるね。だからそういったところがね、だから1軍のバッターっていうのは甘いところを続けるとそこを打ってくるっていうね、その1打席に1回甘い球があるかないかのところのせめぎ合いっていうところでね。で巨人大城フォークボール逆転ツーラン、うわーっね。で1打席目のねインコースのストレートセンター前に打って、次はフォークボール打ってっていうところでね、非常にバッティングでもねこう菅野に援護貢献しましたね。で広島クリね、コントロールよく球動かし丁寧なピッチング、持ち味はね十分出したと思うんですよね。まあホームラン打ったね大城が良かったかなと、まあ、あれは仕方ないかなと、まあね面白い投手戦だったかなと。結果2対1でね巨人の勝ちで、24日6対3で広島の勝ちということで、巨人初回ワンアウト2塁、ウィーラーレフトフライ、セカンドランナー岡本完全にアウトカウントを間違えてのんきに走ってました。もう何バットこれ、ある何バット、何かバットある、これツーレもう今もうエラーとかじゃないよ、エラーとかじゃないのよ、これ何バットよ。あれやな、編集でできるかどうか分かんないけどゴールドバット、もうゴールドバット、これ最上級よこれは。ミスあのエラーとかじゃ、エラーとかまだこうした方が改善できるよとか、もうちょっとこうした方が良かったとか、エラーとかねそういうのはね言えるわけよ、こうじゃなくてこうが良かったよとかね。アウトカウント間違いは改善方法ないよ、常にカウンター持っとこう審判みたいに。もうほんとゴールデンバットよ、史上初よ、これ以上多分ないよ今年、編集も大変なのよ。で広島高橋トミー・ジョン手術から復帰ね、3年ぶり勝利、ゴールデングー。こちらはね、よく3年間ね、3年ぶりというところでね、まあ、リハビリも苦しかった同士、まあ、トビー・ジョーンって言ったらね、先生命に関わる可能性もある中ね、しっかりいろんな人のね、手助けもあったと思いますけども、復帰できてね、本当に良かったと思いますし、ご家族もね、非常に喜ばれたんじゃないのかなと。まあ、5回3分の1ね、84球、6安打2三振、無四球、三失点、これ、無四球っていうのが良かったね、まあ、序盤ね、高くちょっと制球苦しかったかなっていうところはありますけど、まあ、真っ直ぐカット、スライダー、フォーク、まあ、丁寧に緩急つけて投げれたかなと、まあ、あと怖がることなくね、ストライクにどんどん投げ込んだ結果がね、あのこの踏ん張りに耐えたんじゃないのかなと、正直、ビタビタっていうわけでもなくて、すごいっていう感じはなかったけども、しっかり丁寧にね、ストライク先行で投げ切れたっていうところが勝因につながったかなと。まあ、それがね結果的にフォアボールゼロっていうところで、まあ3失点でね踏ん張れた大きな要素なんで、非常に良かったんじゃないのかなと。で2回表ねノーアウト1、2塁、ハツキセーフティー気味の送りバントセーフ、オッケーグー、足速いね、でも昨日バント失敗してたよ、
そういうとこよ、ここはでもね1点止まりっていうところがね、ここでね2点欲しかったなっていうね、このノーアウト満塁のビッグチャンスでね1点止まりっていうところもちょっと後々きつかったかなっていうところもあります。あと高橋バッティングでも4回表2アウト1塁でセンター前タイムリーグワーッとね、打つ方でもしっかり貢献ね。で2塁ランナー初期超前進守備の中本塁へガーッと足速いね。あの前進守備でホームまで帰ってこれるやつはなかなかいないよ。その中でねホームへ帰ってきたっていうね。あと鈴木誠也5回表155ホームラン記録ずくめガーッとね。で8回表西川アウトコース高めね、あのビエイラの普通だったらファールだね、あそこは、あそこをしっかりかぶせて力負けしないでレフトでスタンドイン、イエスすごい、あれはなかなかできない。普通のバッターだったらねファールになるね、もしくは空振り、非常にこの追加でもね大きかったかなと。で25日8対9でね広島ね、この試合解説しましたけど、広島ね野村4月11日ぶりに、ね、登板5回80球5安打5三振無四球2失点ね。まあツーシームチェンジアップカットストレートスライダー、まあ初回から丁寧にね、あのこう高かったらコース甘かったら低くっていうね、あの動かしながら緩急つけてしっかり丁寧にね投げれたかなと。で巨人の今村もね、まあ、4回で降板しましたけども、71球7安打1三振2四球っていうところでね、甘くならないようにね丁寧にすごい投げれてたと思うんだけども、まあ際どい球がねちょっとボールになったところがね、まあ判定的に今村としては苦しかったかなと。でもストライクボールもはっきりすることなくね、しっかりコースついたり低めついたり、まあ丁寧にね投げてたなっていうところもあるし、まあそこのねこの際どいところのね判定っていうところが、まあ今日ね今村に響かなかったかなと。広島菊池5打数3安打1打点インコースはやばい、インコースは全部1打席も初球からねインコース若干甘くなったところ打って、これインコースやばいよって言ったところね、インコース打ってそう打たれちゃうっていうね。で広島6回の攻撃ね、小園がねアウトになって代打阿部ヒット、グーッと阿部もねちょっとミスしたりするけどいいバッティングでいい働きね。で菊池内角高めのまっすぐのねレフトへ打って一三塁、あれもね結構いいとこだったけど、この日曜日の菊池に、ね、インコースはもうダメだね、絶対もう全てねいい形で打たれる。その後ねあの初期がこうね三遊間をね綺麗に抜けていって、でここでね平内に、あの平内からね高木にピッチャー変わって、あのフォアボール、いきなりフォアボールだからね、俺はそういうのが好きじゃないんだよ。で西川センター前タイムリーで長野レフトへ打って、でこっから高木から田中に変わって、いきなりよ初球よワイルドピッチバーッ、もうあの佐野の初球デッドボールと同じぐらいテンション下がったわ、解説してていきなり変わって初球ワイルドピッチ投げる、しかも全然取れへんところよキャッチャーも、あれないよ。でいきなり5失点、このねその前に大城のホームランで3対2で、おちょっと巨人流れ来たんちゃうかっていうところで6回に一気にねミスもあったりしたりしてね、こう流れを渡す、逆にね広島はそこでねいい感じでね勝ち切れたかなと。で巨人8回裏でここからね松原のフォアボールから始まるんだけど、若林レフトツーベースね、で丸ヒットで岡本アウトになって重信のショートゴロの間に1点を上げて、で坂本フォアボールってね、ここもまた大道が出てきてフォアボールよ。だからここ危ないね、森浦もそうだけどフォアボールフォアボール、ちょっとリリーフ陣バタバタしたね両チームともに。で亀井ショートゴロ、結果的にはねヒットになったけども、小園がねあれ取れたよ普通に、股の間抜けてたけど、ああいうところもちょっと守備のねちょっとポロつき感、これ記録上はヒットだけどあれはもうねエラーよ、ああいうとこ小園もねしっかりしていかなきゃいけないかなと。あと松原のショートゴロ、あれねセーフだったら逆転っていうところのリクエスト、あれはね右手だったらセーフなんだけど、右手がねベースついてないで左でこうなってて、左手と送球だったらアウト、右手と送球だったらセーフ、でも残念ながらまあベースがこうあったら右手ここ行ってるで、ね、完全に、まあ、あれはね怪我しないようにっていうところだけども、あのね右手がベースについてないっていうところでタイミング的にはセーフ、でもベースについてない、だからアウト、まあでも怪我もある、まあいろいろ難しいよね、もうそれだったら走り抜けた方が良かったかも分かんないよね逆にね。で9回中村翔成代打、もうあと1メートルでホームランかっていうところで右中間ツーベース、でピッチバンター三好めっちゃファースト突っ込んできたよチャージで、そんな完璧に決めきれる、難しいんだよピンチバンターでバントって 99.9% の人が絶対できるやろって見てるからね。でその中完璧に決めた三好のバント、で菊池ねスライダー中川のインコースはこの日ダメよ、簡単に犠牲フライ菊池グッで、この1点取って最後栗林が完璧、栗林グッ、ね、まだ無失点あんじゃない、
月間 MVP ねっていうところで結果2勝1敗巨人のね負け越しだから広島の勝ち越しです。はい、さあ続いて阪神対 DeNA、 23日1対7 DeNA、 24日13対1阪神、25日7対5阪神、阪神の2勝1敗勝ち越しね。阪神は貯金11首位、 DeNA 借金15最下位です。金曜日の試合、坂本ね6回3安打4三振1つのフォアボールで1失点、対角線のストレートスライダーがね非常に良かったかなっていうところで、そこがいいからね結局チェンジアップが生きたっていうところでゴッピッチングだったかなと。阪神ね梅野前日の打撲が影響かね、ちょっとこの日未出場っていうところでね、まあ藤浪、まあここはね坂本がいいとか悪いとかじゃなくて、ちょっと藤浪の安心感がひょっとしたら薄くなったのかなっていうところもありますよね。まあ2回表ねワールドピッチがね止めきれずっていうところで若干そこら辺の不安要素が出てきたかなと。藤浪4回ね92球2安打3三振、6個のフォアボールと1個のデッドボール4失点ね。でまあ見比べてみなきゃ分かんないんだけど、俺はもうなんかちょっと投げ急いでテンポがちょっとどんどん速くなっていったんじゃないのかなっていう、あテンポ速いなっていう、もうちょっとゆっくり投げてもよかったのになっていうところで、まあそこがね、まあ、どうなのか分かんないんで、今後もねちょっとテンポっていうところをちょっと注視して見ときたいなと。で、まあ、5回表ねまだまだ分からない中よ、3対1からノーアウト1塁で外ピッチャーゴロ悪送球ババ、バーンこうね、ちょっと入るの合わせてね足止まって手だけ投げて暴投だったけども、あれダブルプレー取れたよ。でその後ワンアウト満塁になって上里のねライトヒットで佐藤光一エラーで全員帰ってきて4失点とね。まあここでね試合は決まったかなと、まあ、このだから佐藤君もねこのやっぱね一軍で試合出てねレギュラーになってくると一番のね怖い敵はね慣れだよ。慣れてくるとちょっとねこれ気の抜けた時にそういうミスしないようなことをしだすから、だから佐藤君もずっともう出てるからこう慣れてきてる部分もあると思うの。それがいいところもあるし悪い時もなるから、そういう悪いところが出たプレーだったんじゃないのかなっていうところでね、もうちょっと気をグッと引き締めてねやってもらいたいなっていうところで、ここはねバッとお送りします。で DeNA はね4安打阪神5安打とね、まあ両投手陣頑張った中でこのまあね馬場のエラーと佐藤のねエラーっていうところで、ここはね踏ん張り切れてたから、ひょっとしたらねこの逆転っていうのはねあったんじゃないのかなっていうね試合展開に見えましたね。で24日13対1阪神の勝ち、もうね初回で試合決まります。もう初回見た瞬間にこれもう終わりだと思いました。はい、あとはもう超倍速で見ました。阪神、近本、ライトツーベースで糸原三塁ゴロで進塁打グッド、こういう時に進塁打ちゃんと出るのがねいいのよ、やっぱ強いチームよ。でマルテレフト1打点ね。でここで思ったのが DeNA 初回から前進守備、初回から前進守備いるかなっていう、もうそこ1点 OK で、多分後ろだと三遊間抜けたところだったから、多分1点は取られるけど1点で収まったと思うんだよね。で俺初回からしかもクリーンナップ前進守備いるかなって俺は思いました。あそこは前進守備でなかったも俺は良かったんじゃないのかなと思います、初回だけにね。でその後大山がレフト前、サンズライト前で佐藤、ライト前ね、打ち厳しいところでクローと回って、あれができだしたら怖い、正直打率上がる、あれが詰まりながらもライト打てると3割40本いける、そして攻めにくくなるからね、そして甘いくるっていうね、あの打ち方は今年一番見た中でインコースいい形でね打ったかなと、厳しいところね。でその後梅野のねセーフティースクイズね、外サンドがね途中まで出てきて帰ったからね、でサード投げてセーフね、そこ見て無理しないでファーストでよかったんちゃうね。でその後木浪ね久しぶりの出場でずっとね中野が出てたから4打数2安打4打点この日ねガーッと木浪、こういうねチーム内競争がチームのレベルを上げて個々のレベルを上げるから、木浪にとってもやっぱり中野の出演は非常に良かったかも分かんないね。でここでね一気に得点をしてもうほぼ試合決まります。だからこれ前進守備と外のプレーっていうのがちょっと俺は気になるね正直。で伊藤投手新人一番乗りの完投、グーッと、まあね、いい形で投げてたんで、もう援助点、援護点あったらね、まあ、どんどん勝っていくね、ピッチャーに見えましたね。で25日、7対5でね、阪神、ね、DeNA、勝てない理由はこういうところにあります。5回裏、いきなりピッチャーの関係にセンターオーバー、ツーベース。え、打たれるのはいいけど、センターオーバーのツーベースっていきなり先頭よ。で、近本、セカンドゴロ、進塁打、グーッと近本、ね、だから、昨日の糸原もそうだけど、こういうところで簡単に打つのがやっぱいいのよ。で、その後、坂口ワイルドピッチね、高城止めますバーッあれはでそれでね1失点ガンケル帰ってきて、でその後糸原にセンターツーベースで、ヨーカーフォアボールで大山ライトフライで、サンズ記録上ね
田中のファースト田中のエラーがつきましたけども、高城途中まで行って、あこれ無理やと思ってやめて、誰も来てなくて、まあ、慌てて田中が行って取れなかったっていうところなんだけど、もうキャッチャーはね、ベースの前はね、もう行かないでいい、行ってもいいことない、俺とかもう行かないもん、俺はもう黒土の外は取らないからねって言ってるから、まあ阪神は全部黒土なんだけども、もうホームのちょっとの周りだけ、もう2メートル範囲以外は俺は取らないから、サードとファーストが取ってねって俺は言ってたんだけど、だから福良さんと今がね取ってくるんだけど、もうキャッチャーなんてもういい、ただでさえ判定して取らなきゃいけないから難しいんだから、もうね行かなくていいキャッチャーは。だそういうのもちゃんとルールで決めといた方がいいよ DeNA。 でその後ね7回裏近本ライト前パスボール、バッと何これ、あれのパスボールないよ。でその後糸原フォアボール、よーかバントグーッ、あの三塁へのバント非常にうまかったですね。でその後大山ね、あのきっちりセンターへの犠牲フライで、その時によセカンドランナー糸原が高城のなんか心の中よそ見を見て一気に三塁行って走塁グーッと、ね、あれ最初から走るわけじゃなくて、こう第二塁を取りながら見てて、で高城がなんかタッチ全然セーフなのに行って背中向けてたから、それを見過ごさないで三塁グーッと、でその後サンズのホームランでしょ。だからもう阪神やっぱり強い理由はこういうところは、ね、やっぱ好きなんね、ちゃんとしてる進塁打もきっちりやる、ヨーカーなんてね俺はバンドうまいようには見えないんだけど、完璧なバンドきっちりやる、で走塁でも相手の隙を見逃さないでしっかりやる、で相手のミスでもらったチャンスは犠牲フライでもそうだけど一発で仕留めていくっていうね、もう強い理由が、だからね阪神はね強い理由が凝縮されました、 DeNA は勝てない理由が凝縮されてます。だそういうところをしっかりベンチもそうだけどやっぱ補っていかないと、大雑把な試合になってやっぱ雑な野球になるね。だそうなるとやっぱ勝ちきれない、そういったね試合内容が見えましたけど、もうちょっとね金曜日はちょっと、まあ、藤浪ね 坂本のせいじゃないんだけども、ちょっと安心感っていうところがね梅野に対して頼る部分は大きくて、ちょっとバタついたかなっていうのはありましたけども、まあ土曜日日曜日の試合っていうのはねやっぱ攻撃力っていうところはさすがだし、まあ、梅野のねセーフティースクイズ、まあサルリランナーサンズだったからね、そのサンズはそこまで上手くなかったっていうのもありますけども、まあ新人が勝ったりとか、まあ昨日の試合ね隙のない走塁も含めてバッティング非常にいい勝ち方だったんじゃないのかなと。好きなし攻撃グタイガース。さあ続いて最後です、ヤクルト対中日、23日6対4ヤクルト、24日4対3ヤクルト、25日4対3ヤクルト、ヤクルト3連勝。ヤクルトファンの皆さん、佐々木チャンネルへようこそね。今日初めて見た方、負けてても見てくださいね。ドラゴンズファンの皆様、佐々木チャンネルへようこそ。3連敗しても修正点を見て次の日にのためにも勉強するっていうね、だから見なきゃいけない、このチャンネルが一番勉強になるから、間違いなく。こんなちゃんと喋るとこなかなかないよ、尺も関係なしに、なんちゃって一人でプロ野球ニュースよ、1時間番組なかなかないよ。絵はね皆さん試合見てるはずだからイメージして俺で言ったことをね、あれ今年2021年だよね、2020年じゃないよね、2020年もなんか去年ドラゴンズこんな感じだって、なんか俺のお前何やっとんやみたいな感じで俺が責められるパターンあるけど、年変わったよね、変わってますね、おかしいな。俺言ったんやけどな、開幕前に今年は去年とか一昨年みたいに 前半バタつかないでよって、バタついてるやん、名古屋ドームで俺のまた大玉幕が出る日は近いな、あれ今年も出ちゃうな。さあ23日6対4でヤクルトね、乱打戦両チームで13安打ね、松葉奥川両投手ね多分高いね。でこの試合のね決着はねちょっとね4番の出来が勝負になったかなと。まあビシエドはね2度のダブルプレー、5打数0安打、9回もね2アウト1塁で一気に逆転のチャンスでライトフライっていうね、逆に村上4打数3安打1打点ね、5回裏粘って7球目ねセンター前同点タイムリーね。でこの場面ね結果論だけども、松葉から鈴木に変わったのね、俺は橋本かと思ってたのね、左でも、だからそこまあ結果なんだけどね、どうなのかなって、俺は橋本かなって勝手に思ってました。皆さんはどう思いましたかね。でその後ヤクルト山田ね、4打数3打3打で2ホーマーね、ちょっとここ山田が機能しだすと怖いよね、やっぱ山田村上ってなるとね。でまあ中日はね1番から3番までがね結構出塁して機能しただけにねちょっともったいなかったかなとね。ヤクルトはねサンタのオスナがねここ金曜日から出場してどうなっていくのかなっていうね、試合展開でしたね。で24日ね
4対3でヤクルト勝ち、ね、柳ランナーいなくてもねクイックで投げたりとかゆっくりのホームで投げたりとかホームの工夫ねグッと非常に良かったかなと。3回裏ね山田哲人縦すらかなレフトへのホームラングッとあれすごいね。あれをしっかり粘ってこうパーンっていって飛距離も出せるっていうね、ちょっと下半身もねちょっとずつやっぱり状態良くなってきてることによってバッティングの粘り強さがね出てきたかなと。あとヤクルト高梨ねストレート力あったっすね、まあ、グイグイ押しに行って若干高めの甘いとこ入ってこともありましたけど、まあ、力があることによってね、まあ、ボンダさせたりとかファール打たせたりとか非常にね力あったかなと。で中日はね木下5回表ね初球のストレートホームランでね7回の裏塩見の盗塁刺すともう取ってから早くて送球もね非常に正確ガーッね、あの盗塁刺すのはね、まあ、塩見も結構いいスタート切ったと思いますけども、あの取ってからも早いし送球も肩の力も非常に良かったかなと。だから攻守にあたってね木下はこのいい働きだったかなと。でまあヤクルトねオスナサヨナラで4打数2安打2打点ね、ちょっとグリップねこう離して持つから若干高めだったけどこのヘッドがこう効くから力負けしなかったね。だからあともう打ち攻めるかないかなって思ったりもした試合でしたね。あとサンタナはねちょっと立ち遅れ気味まだちょっとタイミング取り切れてないかなっていうところがね見えてきましたね。あと中日ね、2試合連続終盤逆転負け痛いね。このドラゴンズって言ったら終盤しっかり抑えていくから勝てていくのに終盤のね逆転負けライデル・マルセイユが、ね、打たれるとはっていうところでね、逆にヤクルトはその終盤の粘りに粘ってこの逆転していく、しかもサンタナ・オスナが来て完成形に近づいてきてるっていうところでちょっとね怖い存在だよねっていう中で、昨日25日ね中日ね武田大島がね背中の張りで欠場する中初回ねホームラングーッとで3打席目もねツーベース打って非常にグーッとこういったね少ないチャンスを生かしてそこで結果を出していくとおのずとね出場機会が増えていくんでこういったところでね頑張れるっていうことは非常に大きいですよね。しかしヤクルトその裏中村2番中村ホームランぐわーっとすぐ取り返す。2番中村いい機能してるね。本当キャッチャーの2番って難しいんだよ。まだホームはいいけどねビジター行ったらブルペン最後まで受けれないからね。なぜならすぐ打席回ってくるから速攻ベンチに帰らなきゃいけないっていうね何気にバタついてね難しいのよ。その中ね昨日もね、その1本のホームランだけどもしっかり打ってるっていうところでね素晴らしい機能をしてるんじゃないのかなと。逆にね、昨日ヤクルトホームラン4発です。中村村上サンタナオスナっていうねあのホームラン4発ね勝ったっていうね。まあ岡川もね、まあ、2発ホームランね武田と阿部打たれましたけどもまあソロのみなのね。だからこれフォアボールゼロっていうのが効いたかなと。粘り強くねどんどん攻めていっていった結果まあその打たれはしますけどねストライクゾーン投げるってことは打たれる確率上がるけどソロで済めばねまあ痛手はね少ないっていうところとそこをねきっちりまあチームがね4本のホームランで打ったっていうところのね勝ちっていうのも大きいし押すなまたサンタナはねライト打ったんだけど若干立ち遅れ気味のような気がしてなんないのね。まだだからまだ盤石じゃないっていうかまあ本調子じゃないのかなっていうね。だからばはねこんなこと言ったらヤクルトファンに怒られるんだけどインコースガンガン攻めた方がいいね。どうなのか分かんないけどオスナはひょっとしたら打つかも分かんないけどもまあオープン戦いなかったからねまだここからいろんなチームが探さなきゃいけないというところで、俺もオスナとサンタナをどう抑えるかを探します。でもヤクルトファンの皆さん今2位です。3連勝グーッ。でもこれね打線が厚い増してきたら中継ぎもね状態いいし非常にねヤクルトが怖い存在になってくるんじゃないのかなっていうところで全試合終わりです。さあ明日から阪神は中日と3連戦中日連敗中だからね逆に言ったら中日がこの強い阪神を叩ければ上がっていけるし行かれたらもう落ちていっちゃうよっていうね。でも阪神は本当に強力打線だから怖いよね。で巨人対ヤクルト巨人対ヤクルト、ヤクルトはね、上り調子で巨人とっていうところで、まあ、どういう戦いになっていくのか、ちなみに、明日の27日は、フジテレビで、副音声、ザキヤマさんと2人で楽しくトークあります、ぜひ皆さん見てください、聞いてください。で、広島、DeNA、広島もね、いい感じで上がってきただけで、ここ DeNA しっかり戦っていきたい、DeNA はこれ以上負け許されないんでね、ミスが多いんで、ミスなく戦いたいですよね。でパリーグは全部が今の A クラスと B クラスの試合ソフトバンク日本ハム楽天オリックスロッテ西武っていうところで逆にこの日本ハムオリックス西武はここで負け越しちゃうとちょっとまた開いちゃうからここで一気に進めておくとまだ全体的にそんな広い開いてないからギューってなるからさらに面白いからこう日本ハム
オリックス、西武がどこまでこの上位3チームを戦えるか。ソフトバンクも負け越してるけど打線はいいからね。でロッテはいい感じ、楽天もこれちょっと楽しみだね、どういう試合になるのかね。さあ先週のベストナイン、パ・リーグからピッチャーロッテ佐々木千早、ローキじゃないよ、キャッチャーソフトバンク甲斐、北九大好き、ファースト西武ウーネンティン、俺はいい選手だとずっと思ってたよ、セカンドロッテ中村翔吾、早稲田大学、サードロッテ安田、毎日打点、ショート西武源田、坂道グループ、レフトソフトバンクグラシアル、キューバセンターロッテ荻野、怪我だけはしないで、ライトソフトバンク栗原、モンブランは美味しい、 DH ロッテマーティンアリス、特別賞あります、ロッテ唐川、不動心成田さんだけに、セリーグピッチャー阪神伊藤、新人初完投、キャッチャー中日木下、毎日ヒット、ファーストヤクルトオスナ、救世主、セカンド広島菊池、インコース無敵、サード阪神大山、阪神首位、ショート巨人坂本、毎日出塁、レフト阪神サンズ33、センター広島西川、天才打法、ライト阪神佐藤来たー、特別賞あります、広島栗林、月間 MVP かも。さあということで今週も佐々木チェックお送りしました。今ちょうど60分経ちました。編集上何分になってるか分かりませんけども、スタッフの皆さん頑張ってください。さあということで明日からの火曜日水曜日木曜日もプロ野球要チェック。